バッターボックス、この交流戦で対戦したいピッチャーに山本由伸を挙げた村上です。魅力を感じますよね。オリックスのエース山本、153キロバットを出していきましたが空振りです。もう一球まっすぐ、さあ追い込んだ、抜いてきました。127キロのカーブ、この緩急自在こそ山本由伸の真骨頂。第1打席は山本由伸、村上を三振に切っています。5打席目の楽しみな対決ですね。インコース、まっすぐ、外のまっすぐ、最後はボールを見ました。2打席目は村上がフォアボールを選んでいます。浅めの時にインコースを意識させて、そして最後はまっすぐ空振り、まっすぐ。22歳の山本、21歳の村上、カーブボール。やっぱり投手バッター、やっぱりしのぎを削るんじゃないんでしょうかね。第3打席はセカンドゴロに打ち取りました。これで今日は三振、フォアボール、セカンドゴロという2人の対決です。